皆さんこんにちは。今日はステイホーム、お家の中で簡単にできるストレッチをご紹介したいと思います。まずは私いつもヨガやるんですけど、ヨガの呼吸法を使うととても体がリラックスするので、ヨガの呼吸法を使ったヨガストレッチをやっていきたいと思います。まずは口を閉じて、鼻から息を吸って鼻から吐きます。ヨガでは吸う息と吐く息は均等に、だいたい4秒から5秒かけて息を吸って吐きます。まずはでは一緒に息を吐き切って、吸います、吐いて、吸って、吐いて、いい感じです。この呼吸を繰り返しながらストレッチをやっていきたいと思います。それでは頭上から引っ張られているように、首長く肩を落として、胸を開いて、肋骨を少し締めて、おへそを引き上げます。その姿勢から息を吐いて、吸って、胸の前で手を合わせて、吐いて、次の息で吸って、うーんと腕をまっすぐ伸ばして、吸っ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 て、吐いて、ゆっくり手を下ろして、もう一度吸って、大きく吸って、うーんと伸びて、吐きます。もう一度吸って、吐いて、今度は片方の手をすーんと吸いながらのして、その後反対側に倒れます。目線は倒れた方の床を見て、座骨をしっかり床につけて、上半身をうーんと上に伸ばして、体を横に倒しながら呼吸を繰り返して、反対です。腕を下ろしたら反対の手をうーんと吸いながら伸ばして、吐きながら体を倒して、目線は床です。胸を大きく開いて、肩力入れないで、だらーんと力を抜いて、ゆっくり戻ったら両手頭の後ろについて、吸いながら肘を広く離して、吐きながら体を丸めて、肘と肘をタッチ、おへそ見て、吐き切ったら吸いながら胸を広げて、肘を大きく広げて、目線は天井、吐きながら背中を丸めて、おへそ見て、肘をタッチ、もう一度吸って、体を広げて広げて、吐いて、背中丸めてタッチ。今度は両手をお尻の後ろについて、そのままゆっくりおへそを天井に引き上げて、首だらーんと上体を上に持ち上げます。首痛い人は無理しないように、首だらーんと、デコルテもきれいに、ももの前をストレッチ、お尻ついたら前屈します。両手うーん前に前に前について、おでこは床に、でうーんと前についたらしっかり床につけて、お尻は後ろに引っ張るようにして、肩周りストレッチ、胸とお腹が床につくような感じで、背中周り全体を伸ばして、深呼吸繰り返して、ゆっくり体を起こしたら、今度は片方の足をまっすぐ前に伸ばして、手で足の指先をつかみます。体が硬い人は足を持って、そのままできるだけ足は倒さないで前に引くように、そ
して手を引っ掛けたらうーんと背筋を伸ばしてももの後ろストレッチ。このまま体柔かい人はどんどん体を倒して、体が丸まらないようにポイントは上半身を起こしてかかとをしっかり奥に押しながら足を引くことです。今度は伸ばした足を後ろに伸ばします。この足はこのまま後ろに伸ばして、胸とおへそを床につけて、おでこも曲げた方の足のお尻周りストレッチ。この時頭の先から後ろ足に伸ばした足先まで一直線に空気が流れるようなイメージで呼吸。肩の力抜いて、上体を起こしたら今度はその足を曲げてる足の膝の前に外側に置いたら、曲げた足の手を肘を膝に引っ掛けて後ろに体を回転します。この時に親指が後ろの一番遠くにつくようにつけて呼吸。お腹をねじって内臓周りを整えてウエストを引き締めていきます。姿勢丸まらないように座骨で床を押し込むようにして背筋伸ばして回転。ゆっくり戻ったら足を入れ替えます。今度は反対の足を伸ばして、手で足を引っ掛けてかかとをグッと押すように、足の指先は体の方に引き寄せて背筋伸ばして、仙骨を立てるようなイメージで肩楽にストレッチ。足の裏を伸ばします。呼吸しながら体どこにも力入れないでおへそを引き上げる感覚、足は体側に倒す感覚で、そのまま伸ばした足を今度は後ろに胸とお腹、おでこを床に。肩縮こまらないように首長く、上半身丸まらないようにちょっと体を反らす感じでおへそをグーグーと床につけるようなイメージで呼吸。肩楽に、呼吸は頭の先から足先まで一直線。ゆっくり体を起こしたら後ろの足は前の膝の外側に、肘を膝に引っ掛けて親指遠くに置いて体をねじって呼吸。上から引っ張られてる意識、胸を大きく開いて、ゆっくり戻ったら今度は手のひらを足の付け根に置いて肘を引きます。肘を引いたらゆっくり頭を回転、肩を通して首長く、反対、ただ一度うーんと伸びて息を吸い込んで、あー、もう一度終了です。ストレッチどうでしたか？ぜひやってみてください。しほでした。